ホーマ N703ID は NEC が開発した NTT ドコモの第3世代携帯電話端末製品である。全モデル N702ID2006 年2月24日に発売された N702ID は NTT ドコモ NEC、そしてデザイナーの佐藤柏とのコラボレーション、企画端末として洗練されたデザインをアピールし、注目を浴びた。 その第2弾製品に当たるのが N703ID である。フォーマ 703i シリーズとしては唯一外部よりデザイナーを招いて開発したモデルである。外観は前モデルの N702ID に酷似し、一見してマイナーチェンジモデルであることを思わせるが、実は基板単位でモデルチェンジされたものである。高さにして 2mm、厚さにして 2.8mm シェイプアップ。 当初のカラーバリエーションは、イエロー、ネイビー、ピンク、ホワイトの4種類で、N700 に ID よりもポップなイメージである。2007年8月3日に、新色として、レッド、ブラックが発売された。いずれも、N700 に ID に合ったカラーである。ディスプレイ背面のカメラは130万画素入。メイコバイハンから画素数を据え置きシーモスイメージセンサに変更。感度が向上し、 暗所でも補助光なしで撮影できるとして、ライトが撤去された。ヒンジ部も刷新され、サイドから見たフォルムもよりフラットなイメージとなった。新設計の省電力 LSI を採用することで、約700時間という長い待ち受け時間を実現している。この端末のボタンは N700 に ID と同じく少し青みがかった緑色に光る。文字入力には、マジェセンジェンに対応している。 機能面では、チャクタフルに対応し、内蔵する 64MB のフラッシュメモリに直接保存することができる。また外部メモリーカードとして新たに、マイクロ SD カードを採用し、最大 2GB まで対応する。SD オーディオ連続、約25時間という長時間再生が可能。その他 IC 通信も可能な 903i と同じ。 バージョンのフェリカチップを底面に内蔵し、お財布形態に対応したが、本機種のみ、かざす、請求書には、期待応である。発表前に、ドコモはお財布形態サイウスモデルとして売り出す、予定であったが2007年1月16日の発表日に、au のメディアスキンがそれよりも薄いお財布形態と発表されたためそのように売り出すことができなかった。GPS、ローミング、 プッシュトーク、メガアイアプリには対応しない。500キロバイトまでのアイアプリ対応。ありがとうございます。